こんばんは、リンパケアサークルゆるふわのわしみです。今日は大腰筋トレーニングの方法をご紹介していきたいと思います。前回ですかね、自律神経ですね、副交感神経優位からの交感神経アップのっていう形のご質問があったので、そちらの簡単な方法をご紹介したんですけど、今日はトレーニング、使うっていうものをちょっと激しめにする方法になるので、激しいのが好きな人はぜひ真似していただいたらいいと思うんですけど、その激しいのが好きじゃないよって方は全然しなくてもいいと思う方法ですので、激しいのが好きな方はぜひ参考にして真似してやってみてください。それではやり方を説明していきます。ではやっていきます。これは寝っ転がってやる方法になるので、寝っ転がるんですけど、こういう感じでちょっと丸々イメージですね。で、今背中の腰椎だけですね、腰椎部分だけ当てるようにしといて、でこのまま足を軽く伸ばし、手を伸ばした状態を作っていただいて、手をこういうふうに手のひらを上に向けるようにしてください。でこの状態で、あとは片方の手と足を両方拡張させると反対側に動くので、で反対側に動く、もうただこれだけです。こうやって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 でこうやって大体10回ぐらいしていただいて、でまっすぐ元に戻って、今も腰椎ですね、背中の腰椎がついた状態のまま、あとはこの状態です。ブラーンブラーンですね。この時に腰椎のところだけを当てるようにして、腰椎から仙骨ですね、腰椎から仙骨のところを当てるようにブラブラやるようにしてください。で終わった後にケアを入れます。そんな寝っ転がってしてもらったらいいです。分かりやすくするために起き上がりますね。でまず右の脇腹を撫でて、右の脇腹おへそに触れて深呼吸、吸って吐いてふ、吸って吐いてふ、吸って吐いてふで、今度はみぞおち、右から、左と上から下を撫でて、みぞおちとお腹におへそに触れて深呼吸、吸って吐いてふ、吸って吐いてふ、吸って吐いてふで、今度左の脇腹で、左の脇腹をへそに触れて深呼吸で吸って吐いてふ、吸って吐いてふ、吸って吐いてふで、下腹部なでて、下腹部とおへそに触れて深呼吸ですね、吸って吐いてふ、吸って吐いてふ、吸って吐いてふってした後に、今度はみぞおちに触れて、ここですね、小天使って言われるところに触れてもらって、ここです、小天使のところを軽くトン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 としてもらったら、みぞおちから小天使のところをささささと撫でる。反対も同じです。触れて小天使のところをトン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 として撫でるっていうケアが1セットですね。でこれをした後にまた寝っ転がってっていう風に、まあ大体 2,3 セット好きな回数をしていただいたらいいと思います。今日は先ほど言ったみたいなトレーニングなので、好きな人はやっていただいたらいいと思うし、苦手な人はまあしなくてもいいかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。リンパケアサークルゆるふわでは動画、SNS、メルマガで情報発信をしておりますので、興味のある方はフォローの方よろしくお願いします。